鴨下一郎は、日本の政治家、医師、医学博士。自由民主党所属の衆議院議員、自民党東京都連会長。東京都足立区生まれ。環境大臣、厚生労働副大臣、衆議院厚生労働委員長、自民党国会対策委員長、自民党幹事長特別補佐などを歴任。東京都足立区、青井生まれ。足立区立第四中学校。 東京都立足立高等学校卒業。中学、高校の2年先輩に、ビートたけしがいる。都立足立高校卒業後、日本大学医学部医学科へ進学。日本大学大学院医学研究科博士課程を修了し、医学博士の学位を取得。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、日本新党公認で、旧東京10区から出馬し、 公明党の山口夏夫に次ぐ2位で初当選。1994年、羽田内閣で環境政務次官に就任するも、羽田内閣は64日で退陣に追い込まれた。同年末、日本新党が回答し、新新党決闘に参加。小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では、 東京13区から新進党公認で出馬し、再選。2007年9月26日、総理大臣官邸にて、福田内閣の閣僚らと2007年10月18日、地球温暖化国内対策に関する7、大臣会合にて、内閣総理大臣、福田康夫らと1997年7月、新進党を離党し、同年12月に自由民主党に入党。 2000年の第42回衆議院議員総選挙では自民党公認で東京13区から出馬し民主党の城島効力らを破り参戦2002年厚生労働副大臣に就任2003年の第43回衆議院議員総選挙では前回下した城島に敗れるも重複立候補していた比例東京ブロックで復活し4戦2005年の 第44回衆議院議員総選挙では、前回敗れた城島に比例復活を許さず、東京13区でご選。二千2007年8月、安倍改造内閣で環境大臣に就任し、初入閣。入閣後間もなく資産等報告書の記載の不備が発覚した。安倍晋三首相が内閣改造からわずか1ヶ月余りで辞意を表明した。当時は、 事務所比較形状問題が騒がれ、安倍内閣の農林水産大臣だった松岡俊勝が自殺する事態にまで発展しており、新内閣で鴨下が再任されるかが一部で注目されたが、福田康夫内閣で環境大臣に再任された。2008年の福田康夫改造内閣では、大臣経験者ながら、再び厚生労働副大臣に就任。しかし福田康夫首相も、 内閣改造から1ヶ月余りで辞任し、福田の辞任を受けて行われた2008年自由、民主党総裁選挙では、石橋茂の推薦人代表を務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党新人の平山康夫に、東京13区で敗れたが、比例東京ブロックで復活し、6戦。翌2010年、山本裕二が立ち上げた政策グループのぞみに参加。 2011年、日本の復興と再生を実現する、議員連盟の設立を呼びかけ、同議連の世話人に就任。同議連には、民主、自民、公明の各党から計162名の国会議員が参加した。2012年自由民主党総裁選挙では、石橋茂の推薦人代表を務める。2012年9月、安倍晋三執行部において、幹事長代理に就任。 同年12月、自民党国会対策委員長に就任。2013年10月11日、体調不良のため自民党国会対策委員長を辞任した。2014年2月17日、新設された幹事長特別補佐に就任。2017年9月27日、東京都議選惨敗の責任を取り辞任した下村博文会長の公認として、 自民党を東京都連の会長に就任。現在、衆院選では3期連続での小選挙区当選を含めて9選まで連続当選を続けている。2007年10月2日、地球温暖化対策推進本部の会合にて、内閣総理大臣、福田康夫らと、ありがとうございます。